皆さんどうも、今回は J1 第7節のサンフレッチェ広島対サガン鳥栖について振り返っていこうと思います。今回話していくのが鳥栖を閉じ込めたサンフレのプレッシングで、どんどん洗練されていく保持の局面で、とうとう本格戦力化された越道壮太選手について、で課題はクロス攻撃の迫力かなっていうことについてを話していきますので、最後までお付き合いください。では早速やっていきましょう。まずサガン鳥栖を閉じ込めたプレッシングについてです。もうめちゃめちゃ圧倒したプレッシングだったんじゃないかなと思います。何度も何度も敵陣でボールを奪うことが叶っていましたし、なんなら相手のペナルティエリアでボールを奪うことっていうのも 2,3 度あったんじゃないかなと思います。なぜこれができたかっていうと、まあ、出し手には時間を削るプレッシングをっていうのを徹底していたことで、受け手にはスペースを潰す対応をっていうことも徹底していました。で、木を見てゴールキーパーまでプレッシングをかけることが多かったです。これはサガン鳥栖のパクイルグ選手がビルドアップにかなり関与するんで、そこをうまくプレッシングをかけることで高い位置でボールを奪うことっていうのも叶っていったんじゃないかなと思います。で、どの試合もそうですけど、蹴らせれば大体回収は可能なんで、まあ、ここは大きくサンフレの強みとして押し出していいんじゃないかなと思います。で、一つ厄介だったのが、降りていく小野選手には荒木選手が徹底マークをしていたんで、ここの厄介さっていうのも割と潰せていたんじゃないかなと思います。で、何よりもやっぱ三田選手が前にいるとプレッシングの迫力が 2,3 倍増すんで、このまま前で使ってほしいなと思いながらこの試合も見させていただきました。では詳細について触れていくので、こちらをご覧ください。はい、ではプレッシングの局面を話していこうと思います。まあ、かなりハイプレスを仕掛けていくことで、プレスでサガン鳥栖を閉じ込めることっていうのができるようになっていました。なぜそれが必要だったかっていうと、さっきも言ったんですけど、パクイルグ選手がかなりビルドアップに関与することが多いからです。で、川原選手もこういう風に降りてくるん で、福田選手、堀米選手が一つ手前のところで引き取ることが多くなっていたんですけど、これに対して山崎選手、パクイルグ選手、田代選手で川原選手、この4枚に対して3枚でプレッシングをかけなければならないサンフレなんですけど、三田選手がいることによって2度追いでそこを強引に間に合わすだったり、ベンカリファー選手と森島選手の消し方が上手なんで、この4枚に対してうまくプレッシングをかけることっていうのができるようになっていたんじゃないかなと思います。で、越道選手と東選手も、菊池選手と長沼選手、ここの背後の選手をうまく消しながらサイドバックまでジャンプすることで、割とサンフレの弱点なんですけど、この3センターバック空きを使われた時にクロスからだとそこを起点にされて攻撃を仕掛けられることがあるんですけど、昨シーズンよりも確実に塩谷選手と佐々木選手のここの横スライドの速さっていうのは上がっていて、だからこそうまくプレッシングをはめ切ることっていうのができるようになっているんだと思います。基本的にパクイルグ選手には森島選手、三田選手がプレッシングをかけていって、川原選手にはベンカリファ選手が下がる形を取っていくんですけど、パクイルグ選手から山崎選手にボールが出た時は森島選手はこういう風にかけていって、ベンカリファ選手もここに出ていって、三田選手が川原選手まで絞っていく形が多くなっています。なぜこれを行うかっていうと、もうここの山崎選手にボールが入った時にこっち側をうまくというか完全に消すためにこの形を取っているんだと思います。で、川村選手はここまで川原選手のところまで出てきてもいいんですけど、そうすると、まあ、福田選手に対して誰がつくのかってなった時に、まあ、野津田選手の横スライドが必要になってくるんですけど、ここの横スライドをした時に、まあ、遅れてしまうと簡単にひっくり返されてここを使われてしまうんで、で、なおかつここに佐々木選手が出ていってしまうと一気に背後でここを使われてしまうんで、まあ、ここの修正っていうのが昨シーズンからかなり見られているところなんじゃないかなと思います。だから野津田選手がバランサーとして今シーズンかなり活躍しているっていうのもあると思いますし、福田選手がこういう風に降りていった時に川村選手がついていくことで、長澤選手に対して東選手がこういう風に出ていくことで、野津田選手がうまくバランサーとして役割を果たしていることによって、佐々木選手がここにしっかりと対応できていて、で、ここに落とされることっていうのがめちゃめちゃ少なくなっているんじゃないかなと思います。だから山崎選手からしたら前のパスコースっていうのが見えない状態ですし、ボールホルダーに対してのスペースの潰し方っていうのもかなり速くなっていて、だから森島選手だったり、逆だったら三田選手が田代選手だったりにかなり強いプレスを仕掛けることができていて、だからバックパスを選択した時にここでボールを回収することで、川原選手がこういう風に入ってくるとしっかりと対応することができるようになっているんじゃないかなと思います。何回かやっぱり90分がある中で
プレス回避をされることはありましたけど、まあ、ほぼ完璧と言っていいほど相手を閉じ込めるプレッシングができていたんじゃないかなと思いました。その迫力抜群のサンフレのプレッシングが返ってきたなっていうのはめちゃめちゃ感じるところでしたし、まあ、この試合森島選手も川村選手も途中で変わりましたが、ヴィッセル戦を受けてのこの試合だったんで、変わるのはまあ疲労が溜まって当然だなとは思いましたし、でそこでやっぱ際立つのは三田選手がとんでもねえエンジンを抱えてんなっていうのはとてもとてもこの試合感じましたし、試合が進むにつれてそのプレッシングのキレだったり強度だったりが増していく三田選手は本当に化け物だなと改めて感じました。はい、だから終始チームとしても個人としてもプレッシングの圧だったりを弱めることなく続けれるっていうのは本当に良かったことなんじゃないかなと思いました。はい、で次に洗練されていく保持の局面ということについても話していこうと思います。この試合1対0でしたが、ボール保持の局面でもかなり安定していたんじゃないかなと思いました。でどこにそれを感じたのかっていうと、センターバック特に佐々木選手と塩谷選手のパスコースの用意の仕方っていうのが本当にいいんじゃないかなと思います。当然佐々木選手と塩谷選手のプレーのキャンセルだったり、角度を変えるパスの打ち方だったり、パスを出すところの変更っていうのも本当に上手くて、それが大前提にあるんですけど、彼らへのパスコースの用意の仕方っていうのも本当にいいんじゃないかなと思いました。で、あと、三田選手、森島選手、ベンカリファー選手のここの動き方っていうのも良くて、まあ、だからこそボールを引き取ることができると思いますし、これらを受けて外内手前背中の使い方も本当に良くなっていってるんじゃないかなと思います。ではどのようにしてその保持の局面が洗練されているのかっていうことについては話していけますので、こちらをご覧ください。はい、では次は洗練されていく保持の局面について話していこうと思います。まあ、特に洗練されているっていうのは塩谷選手と佐々木選手、まあ、ここだったら塩谷選手がボールを持った時のパスコースの作り方です。まず一つ触れておきたいのは、荒木選手が引きつけてからリリースっていうプレーがかなり上手くなっているのが大きく大きく影響しているんだと思います。だから塩谷選手だったり佐々木選手がボールを引き取った時に時間があるんで、周りが動くための時間を作れているっていうのも大きく関係していると思います。で、塩谷選手はここでボールを持った時に野津田選手と越道選手、内側と外のこのパスコースの作り方っていうのもかなり洗練されているなと感じました。で、長沼選手が外を切りながら来るんだったら野津田選手にボールを渡すことができますし、野津田選手を意識するんだったら越道選手を使うことが塩谷選手はできるようになっていました。まあ、どのみち塩谷選手も長沼選手をしっかりと引きつけてからリリースするんで、ここも受け手がしっかりプレーできるように気を使っているなっていうのは感じます。で、一番いいのは三田選手とベンカリファー選手の入れ替わりです。この動きを加えながら背後を取っていくだったり手前を使っていくっていうプレーが本当に良くて、で何がいいかっていうと、ベンカリファー選手と三田選手はこういう風に入れ替わることが多くなっていて、だから越道選手はここでボールを持った時に田代選手と坂本選手をベンカリファー選手でしっかりと止めることができていること、でここで越道選手がボールを持った時に、ここで一つ越道選手ワンテンポ置けるっていうのも本当にいいなと思うんですけど、ここでワンテンポ置くことでベンカリファー選手が平行を作った時に坂本選手がこういう風に出てくると、三田選手がこういう動きで背後を取れるんで、だから田代選手がベンカリファー選手に意識が行った時に三田選手がここで背後を取れることで、三田選手がこういう風に背後を取った時に田代選手がこういう風についていくと、ベンカリファー選手が手前でボールを引き取ること、まあ、ここの洗練具合だったりスムーズ具合っていうのは本当に洗練されていて、この試合特にベンカリファー選手と三田選手、森島選手のここのリンクの作り方だったりは良かったんじゃないかなと思います。自信を持ってしっかりボールを回すことができていますし、何よりも安定感が増しているのはここの動きだったり引きつけてリリースっていうここの基礎的なところができるようになっているからだと僕は感じました。保持からしっかり安定して前に進んでいくことで、ネガティブトランジションのところでショートカウンターを作り出すためのトリガーになりますし、今いい循環でサンフレッチェ広島はチームが回っているんじゃないかなと感じる一戦でした。はい、でとうとう本格戦力化された越道壮太選手です。ルヴァンカップの圧巻のパフォーマンスからこの試合もチャンスを得て先発でしっかりとプレーをしていました。でこのまま成長し続けてくれると本当に
右ウィングバックの問題もなくなると思いますし、現戦力で十分な試合数をこなしながら、でクオリティも下がらないまま戦っていけるんじゃないかなと思うような層の厚さになっています。で、越道選手の何がいいかっていうと、僕この試合で気づいたんですけど、もしかすると判断力が一番いいかもしれません。で、強引に突破するところで、セッションをするところ、絶対に奪われてはいけないところ、ここの判断の間違いがほとんどなくて、だからこそボールを失わないだったり、強引に突破してクロスを上げる部分だったり、まあ、ここが本当に越道選手の大きな大きな強みとなっていて、スキップさんから信頼されるところになっているんじゃないかなと思います。で、あとやっぱり上の回避っていうのも用意することができていて、この前の動画でも話しましたけど、背丈があるんで、シンプルに身体的な強さを持ちつつ、それで上のパスでの回避っていうのもできるようになっているんじゃないかなと思います。で、やっぱりこの試合、非コーナーキックからのカウンターっていうのが何本かあって、で、それができたのはカウンターの起点になれるからです。彼のボールの持ち出しだったり、力強さだったりっていうのは、これから大きくサンフレの戦力になってくると思いますし、このカウンター、ロングカウンターが打てないっていうのはサンフレの一つの課題だったんですけど、越道選手がいることによってそれは解消されるかなと思います。まあ、何よりも本当にこの若さで右ウィングバックでしっかりとプレイしてくれるっていうのは本当にでかいことですし、それによって三田選手だったりが前でプレイできるっていうのも本当に大きく大きくサンフレッチェ広島に貢献しているところなんじゃないかなと思います。この試合も存外にすごかったなと思います。はい。で、最後なんですけど、課題はクロス攻撃の迫力かなと思います。まあ、欲張りかもしれんですけど、保持からゴールが欲しい、ゴールが欲しいと言いながら、クロスからのゴールも欲しいなと僕はこの試合感じました。まあ、特にピエロス選手とビエラ選手が2トップで並んだ時のクロスの入る場所と入れる場所っていうのを明確に していきたいなと思いました。ペナカド奥を取ってって、そこからクロスっていう形が多いんですけど、まあ、そこにドーグラス・ビエラ選手とピエロス選手が絡むことが多かったんで、じゃなくてインサイドハーフと一人のワントップの一角が絡んでいって、もう一人のワントップの一角はクロスに入っていくっていう形がもっともっと洗練されていけばいいんじゃないかなと思います。で、迫力を出せるだけの強さと高さはドーグラス・ビエラ選手、ピエロス選手、まあ、もちろんナッシム・ベンカリファー選手もそうですけど、まあ、ここにあるんで、まあ、ここをうまく整理してあげるといいんじゃないかなと思いました。だから鮎川選手とドーグラス・ビエラ選手、前節のアントラーズ戦ですね、このセットになった時は鮎川選手が割と崩しの局面だったりに絡んでくれて、ドーグラス・ビエラ選手がフィニッシュのところを担うっていう形を取れていたんで、ここのタスクの振り分け、仕事の振り分けっていうのをもっともっとうまくしていくと、クロスからの攻撃の迫力っていうのは出てくるんじゃないかなと思いました。はい。まあ、何よりも見返してみると終始圧倒していて、まあ、特に情熱の部分というか気持ちの部分でずっと上回っていたのは本当に良かったんじゃないかなと思います。スタジアムで見ていたんですけど、スタジアムで見ているとちょっとハラハラするところはありましたが、家に帰ってダゾーンで見返してみると、まあ結果を知ってるっていうのもあると思うんですけど、終始圧倒していたなっていうのはとてもとても感じました。スタジアムでその熱を感じて、で、帰ってダゾーンで見返してみたときに、冷静になって見てみると2回楽しめるんで、本当にもう勝ってくれてありがとうって感じです。今週も1週間頑張れるなと思います。はい。で、これで4連勝なんで、このまま連勝を積み重ねていってリーグ戦取りに行きましょう。はい。今年ラストエディスタなんでね、しっかりと応援していっぱいいっぱいお客さんが入れるように、ちょっとでもサッカーの楽しさを伝えれたらなと思います。はい。本日も長々と喋らせていただきましたが、今日はこの辺りで終わろうと思います。ポチッとチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。